皆さん、こんにちは。春です。お世話になってます。本日は、o イックパート5文法問題に品質の全知識問題について解説をしました、えー。それぞれ各全知識が持つイメージをイラストを使って詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では、1問目、こちら解いていきましょう。A security deposit of $1,000 must be p a i d 何々 signing of the contract ですね。えーまあ、まずはですね、公文分析をしていくと、1,000$ までが主語。 で、ペイドまでで文章は完結していてその後に「signing of the contract」というふうにまあ名詞句が出ていますのでこの空欄に入るのは全知詞ということが分かります、まあ、ただですね今回選択肢見てみると全部前置詞が並んでいるのでこの品詞から解くことはできませんと。 ということはまあ文脈を考えていかないといけません。で、前を訳すと、えー、っと、セキュリティデパジットボアンサーズダーラーズなんで、まあ、1000ドルの保証金は支払われなければいけませんと。で、その後ろが、サイニン,ングオブザ・コントラクト、えー、契約書にサインをすることといった明縮が続いてますので、ここの空欄に入るふさわしい日本語っていうのは、〜何々に応じてとか、 あるいは「基づいて」とかそういった日本語が入ってくるかと思いますじゃあこの選択肢に並んでいる前置詞の中で何々に応じてとか「基づいて」という意味を持つのはどれかっていうと C の「アップオン」になりますはいでここちょっと解説をしていくんですけどアップオンっていうのはイコール「オン」と思っていただいていいです 実はなんかアップオンの方が少しフォーマルというふうに言われるんですけど基本的に同じものだと思っていただいていいですでオンって聞くと皆さん多分何々の上にで覚えてる方が多いんじゃないでしょうか例えばこんな感じで There is a cup on the table みたいにテーブルの上にカップが置いてあるといったようにまあ何か物の上に 何かものが乗っているという状態を表すための前置詞として「on」を覚えている方が多いんじゃないでしょうか。そうすると今回出てきた「何々に応じて」とか「基づいて」という意味は何か新しい意味が出てきた風に思われるかと思うんですけど、実はそんなことなくて今回の文章の中でもこの「on」は何々の上にという意味で使われています。でどういうことか説明すると。 本には2つの「上に」と意味があって1つが物理的な上にもう1つが概念的な上にといった2つの意味があってこの上の「物理的な上に」については先ほど絵で描いたようなこのテーブルの上にカップが乗ってるみたいな、まあ、本当に物理的な何か物の上に物が乗ってるといった状態を表す上にです。で概念的な上にについては日本語の例文で考えます。 よく日本語でもですね「ご確認の上」とか「合意の上で」っていうようなセリフを聞きますよね、えー。手荷物をご確認の上何々してくださいであるとか我々は合意の上で何かをしましたとかっていったような文章ですね。でこういった文章の中で使われているこの「上」っていうのは要は確認とか合意といったアクションに基づいて次のアクションを取るという意味で使われてますよね。 でここで言う「上に」っていうのがまさに先ほどの「応じて」とか「基づいて」と同じ意味になるわけですね。なので今回の文中で使われている「オン」っていうのも結局はこの「上に」という意味で使われているだけで「signing the contract、えー」契約書にサインをした上で1,000ドルが支払われますといった意味で用いられているわけです。なので結論としてこの「オン」には「上に」という意味しかないんですけど 物理的な上にという意味と概念的な上にと両方あるというふうに覚えておけばこういった問題で迷うことはないかと思いますはいじゃあ2問目こちらの問題、えー、解いていきたいと思います We will contact you 何々 to business days of receiving your inquiry ですねこれもまずは公文分析の方をしていくと We will contact We が主語ですね They will contact V You が O ですと でそれから後ろは就職説ということがわかります。まあ、これもですね前置詞問題ですね後ろに名詞句が来ているので、えー、ここには前置詞が入りますとでこれは結構ですね分位を読み取るのが割と簡単で、まあ、要するに問い合わせから2営業日以内にご連絡しますよという意味ですねなのでここには「い、え、な、ーまあ、以内、以内に」という時間の範囲を表す前置詞が来るかと思います で何々以内にという時間の範囲を表す前置詞はこの選択肢の中では1つだけの a ですね within しかないのでこちらが正解となりますでなぜ今回この問題を選んだかっていうとちょっと皆さんが迷いがちな部分について解説をしたいから選びました実はですね in という前置詞もこれもですね時間の範囲を表しますじゃあ in と within で何が違うかっていうと ちょっと例文を使って解説をしたいと思いますはい in with in を使ってそれぞれ2文ほとんど同じ文章を書いてみたんですけどこれそれぞれどういった意味になるかっていうのは皆さんお分かりでしょうか上のですね in5 minutes の方はこのように5分で戻るという意味になりますまあ5分後に戻ってきますよっていうことですねそれに対して 下の Within の方はこんな感じで5分以内に戻るという意味ですねなので Within はあくまでも5分という感覚の中のどこかで戻るという意味に対して In の方は5分という感覚があったとしたらこの5分後に絶対戻ってくるという意味になるんですね。ここ微妙ななニュアンスなんですけど まあ結構ですね意味合いが変わってくると思いますのでポイントを押さえておいてくださいなので実は時間を表す名詞句の前に in も within もどっちも来れちゃうんですけど微妙に意味合いが変わってきますのでご注意くださいはいそれでは最後3問目こちら解いていきたいと思います The online accounting software is popular. 何々スマールビジネスオーナーズですねこれも構文分析をまずしていきましょう で、オンラインアカウンティングソフトウェアまでが S で、イズが V ですねで、ポピュラーが C の第二文型ですねで、その後ろが就職となっていると思います。でこれも同様に空欄には全知識が入りますね。で選択肢には全知識しか並んでませんで。これも分野を考えると小さな事業のオーナーたちの間でこの会計ソフトが人気であるという意味になるかと思いますので まあここには「何々の間で」という意味を持った全知詞が入ればいいととなるとこの C の「アマン g が正解ですねそれ以外については当てはめても意味が通らないかと思いますこれについても少し迷いやすいポイントについて解説しておくと同じ「何々の間」という意味を持つ全知詞で「between」っていうのがあるかと思いますでこの「between」と「アマン g の違いは何ですかというとご存知の方も 多いかもしれませんが一応解説をしておきます Between は2つのものの間といったことを表すのに対して Mang ていうのは複雑に入り組んだものの間を表すことが多いですよくですねまあ、3つ以上のものの間にが Amang だというふうに解説されるんですがまあ、それも正解ではあるんですが どっちかっていうと Between が明確な2点、まあ、2人の間とかですね明確な2つの間を表すのに対してマン n g っていうのはもっとこう乱雑なランダムにこう物が配置されている状態そしてその中みたいなニュアンスです、えー、こう覚えてた方が応用が効くかと思いますなので Between が文章中に登場する時は Between A and B みたいに明確に2つが示されていることが多いです。あるいは Between z e n みたいに代名詞が使われて文章の前の部分ですでに登場した2つの、明確な2つのものを使っていると、代名詞として登場しているというケースが多いです。ただ今回のように スモールビジネスオーナーみたいに不特定多数の複数形が使われている場合っていうのはアマングを使うというふうに覚えておいてください。ポイントなのはイメージで Between は明確な2つの間に対して Among はこう乱雑にランダムに存在する不特定多数のものの間といったイメージで覚えておいてください。 はいいかがでしたでしょうか皆様の全知識に対しての理解の助けになれば幸いですパート5にはですね、他にもいろんな形式の問題登場しているかと思います解説してほしいなどリクエストあればですね、コメント欄にて教えてください本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございました